ちょっと泉、ずっと忘れてたよ。でも思い出したの。私とんでもないことしたの。あの女と。約束。バケモンが、あー、手開いた、怪獣じゃね。続けて、サトさん。この人はずっと見てたんだ。毎日毎日、雨の日も雪の日もずっとずっと。406号室の楠木さん、急変、様子がおかしくて。やっぱり逃げられないんだ。そういう時は戦わなきゃいけないんだって。ここにあるね。知らない。